自分も周りも好きになる褒め日記。自分を褒めるだけで全てがうまく回り出すんです。私が褒め日記を進めると、日記なら毎日書いています、でも日記をつけていても何も変わりません、という人が少なからずいらっしゃいます。毎日欠かさず日記をつけているのは素晴らしいことだと思います。でもそこに書いているのは愚痴や反省が中心ではないでしょうか。これは自分の毎日にダメ出しをするダメ日記で、ある意味褒め日記とは真逆のものです。自分を成長させ人生を好転させるには、反省よりも褒めるという方法の方が効果的なのです。褒め日記であなたの中にどんな発見があるか、何がひらめき何が始まるか、未来がどう展開するか、褒め日記で唯一無二のあなた自身を賛美し、人生を一層楽しんでいただきたいと思います。褒め日記って何？自分を褒める褒め日記で、褒めることを探し自分を認め、褒め言葉を書くことを繰り返していると、自然に自分の良さが見えてきて、自分をもっと大切にしよう、優しくしようという気持ちが心の中から湧いてくるようになります。その継続によって、命に潜在している自分の命への尊重感が自然に目覚めて湧いてきます。ここが生きていく上で最も大切な点です。あなたの人生はあなたの命が生きて歩んでいくものですから、この自分の命を尊重する意識は生きる力の源泉です。もしも自分の命なんか大したことはない、どうでもいいと否定的に捉えていたら、生きる力は弱ってきます。褒め日記は自分の命を尊ぶ意識を目覚めさせます。頭での理解ではなく、潜在意識として持っていたものを表面化させるのです。それによって心身の力はみなぎり、命は輝きます。そうした生きる力の源泉を掘り起こしながら、自分の存在の価値や能力など、自分をありのままに認める自己肯定感を上げていくのが褒め日記なのです。効率よく、しかも深く幅広く自己開発できるメソッドです。書くだけで自己肯定感がアップする。心地よいこと、嬉しいことがあると、脳内の幸せホルモンと呼ばれるオキシトシンやセロトニン、ドーパミンなどが増えると言われています。褒め日記は脳が喜ぶ褒め言葉を毎日書くのですから、幸せホルモンの分泌が良くなり、さらに免疫系や自律神経系の働きが良くなります。その上、感情のコントロールや集中力、やる気などを司る脳の前頭前野はセロトニンの活性によって働きが良くなるそうですから、いいことずくめです。でもまだあります。日記のように手書きで文字を書くことは、前頭前野の血流を良くすると言われているのです。脳と心と体にとって、いくつものプラスが生まれてくる理由の一つがここにあります。また遺伝子の観点から見ても、大きなプラス効果を期待できます。世界的に有名な遺伝子研究の村上和夫博士によると、私たちはなんと 90% もの遺伝子を使っていないそうです。しかし、使っていない遺伝子にスイッチを入れて目覚めさせることもできるそうで、それは肯定的な発想や心の持ち方が大きく関わっているといいます。自分自身の良さに目を向け、自分の命を尊び、自分の存在の価値を認める意識を高めていけば、眠っている遺伝子を目覚めさせる可能性さえ見えてきます。褒め日記は自分の内側にもともと持っている力を強化し、眠らせている能力を表に出し、新しい自分に出会うメソッドであり、マイナス面を改善し、命に喜びを与える生き方を身につけるメソッドでもあるのです。褒め日記は自分の中の宝探し。褒め日記で自己肯定感を高めていくと、自信、自立心、社会への適応力、発想力や企画力など、すぐに生活や仕事に役立つ力がアップするほか、愛、感謝、思いやり、バランス感覚、豊かな感性など、目には見えにくいけれど人として大切な意識や感覚が深く豊かになります。またマイナス面を改善する力、他の人を尊重する気持ち、人の役に立ちたいという気持ち、共感力など、内面の力が表面化し、コミュニケーション能力も高まります。生きる上で大切な幸せ感や喜び、
希望は泉のように命の中から湧いてきます。褒め日記はまさに自分の命の宝探しだと言えます。褒め日記を書き始めると、多くの人はイライラすることが少なくなった。人とあまり比較しなくなって、私は私という軸ができてきた。人間関係が良好になった。ストレスや不安が減った、といった自分の内側からの変化を体験します。うつ症状が改善したという話も珍しくありません。そうした例として、私のブログに寄せられたコメントの中からいくつか紹介しましょう。私は今お付き合いしている彼がいるのですが、褒め日記をつけて自分が好きになったおかげか、いつもたくさん褒めてもらえて幸せです。以前の私はいつも自分に自信がなく、自分にも人にも厳しかったので、不満や愚痴を付き合っている人に言ってしまうことも多くて、愛されていてもどこか不安でした。褒め日記を書いている今は、私はいいところでいっぱいで愛される価値があると思えているので、彼に褒められたら素直にありがとう、嬉しいと言えるし、彼のいいところもいつも口に出して褒めてあげられる私になれました。こんな穏やかで温かい関係性が築ける私になれたことに感動です。褒め日記は自分磨きにも恋愛にも抜群に効果があると実感しています。昨年の10月に無職となり絶望していた頃に褒め日記に出会いました。みるみる心身の不調が回復し、今月から夢だった正社員としての仕事を始めることができています。いつもへこたれていた私が夢を叶えて今があるのは、間違いなく褒め日記の効果です。仕事が始まると、やっぱりいろいろと悩みも出てきていて、へこたれる私がちょっぴり顔を出すこともありますが、褒め日記だけはずっと続けていきます。なぜなら私には自己肯定感が湧いてきているから。私にはいいところがたくさんある。大丈夫、大丈夫、大丈夫。結婚して十数年、私は夫の存在が疎ましくなってきて、このままでは結婚生活は続けられないという気持ちになっていました。これといって大きな欠点はないのですが、分かり合えないというか、愛がなくなったというか、何かが変わるかもと思い、褒め日記を書き始めて3週間ほど続けていると、パチンと弾けるように、私が気持ちを伝えていなかったと気がついたのです。子供の頃は親の言いなりで、大人になっても人に合わせる付き合い方しかできず、夫にも自分の意見は控えて合わせていました。それでいて分かってくれないと不満がたまって爆発寸前だった自分に、呆れるやら笑っちゃうやら。それから徐々に自分が思っていたことを話せるようになりました。夫はちゃんと受け止めてくれるし、愛が戻ってきた感じです。褒め日記を続けていると、自分に OK を出せるようになり、自分を好きになっていきます。すると家族や友人、仕事仲間など、自分の周囲の人にも優しくできるようになり、人間関係もスムーズにいくようになります。自分を褒めているうちに、仕事や子育て、恋愛、結婚生活など、すべてがうまく回り出す好循環が生まれるのです。こんにちは、ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、自分も周りも好きになる褒め日記という本をご紹介します。皆さん、自分を変えたいって思ったことはありませんか？あんな自分になりたい、こんな自分がいいと言っても、なかなか自分を変えることは難しいですよね。そうなんです、自分を変えることは難しいんです。なかなか変えられないものなんです。ですが、自分にかける言葉だったらどうでしょう？自分自身にかける言葉なら、今すぐに変えられますよね。そして驚くことに、自分にかける言葉を変えると、いつの間にか自分が変わっている。自分を変えるには、自分にかける言葉を変えるのが一番の近道なんですって。著者は手塚千佐子さん。自己肯定感を育てるためのトレーナーとして、何千回ものワークショップと長年の研究を経て、効率的に自己肯定感を育てるためのプログラムを開発された手塚さん。その一つである褒め日記は、10万人が実践し、仕事力向上や人間関係改善、ストレス解消など、多くの人が効果を実感されています。そんな彼女が、言葉の力、褒め日記のすべてを教えてくれるのが本書なんです。本動画では、本書のこの雰囲気を
ほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。自分を責める回路ではなく褒める回路を作る。褒め日記を書くにあたって最も基本的なことは褒め言葉を使うことです。褒める出来事を探して記録するのではなく、褒める出来事を探して褒めるのです。褒めるときには褒め言葉を使いますよね。例えば、今朝は10分前に出勤できたと説明するだけでは褒め言葉は使っていません。今朝は10分前に出勤できた、偉いぞと書くことで褒めたことになります。脳が褒められたとわかるように褒め言葉を必ず使ってください。その継続性によってあなたの脳に自分を褒める思考の回路ができてきます。私はこれを褒め回路と呼び、講演会やセミナーなどでは特に大事なポイントとして皆さんにお話ししています。自分を褒めたことがないから難しい、親から褒められたことがないからできないという人にたまにお会いすることがありますが、褒め言葉を意識的に使っていれば自然に脳の思考回路が変わってきます。褒め回路は自分で作ることができるのです。もしもあなたが長年にわたって自分を責め続け嫌い続けていたとしても大丈夫です。後天的に作ってしまった自分を責める回路は、新しく褒め回路を脳に作ることでだんだんと細くなり、自分を責める癖は出てこなくなります。毎日自分を褒めようと思い褒めることを探して書いているうちに、脳は自分のプラス面に目を向けて褒める回路、褒め回路を作ってくれます。そうなると、今まで自分を褒めたことがなかった人も、親から褒められたことがなかった人も、違和感なくスラスラ書けるようになってきます。肩に力を入れて頑張らなくても、あなたは自分の良さやプラス面を探して褒め日記を書いていればいいのです。初めのうちに書くための努力がちょっといるだけです。書けば書くほど褒め回路は太くなり、それに伴って自己肯定感が高くなり、本来あなたの命が備え持っている潜在意識や能力が表に出てきます。そしてこの褒め回路は他の人に対しても同じように働いてくれます。今まで欠点しか見えなかった人のプラス面が見えてきて、気がついたらその人を褒めていたということも起きてきます。人のマイナス面を見て不快に思っているよりずっといいですね。そのことによって家族関係や職場での人間関係が好転していくケースは多くあります。自分が選んで使う言葉で脳の回路が変わり、それによって人生をより豊かに幸せに生きることができる。これが私たちの命の素晴らしい力です。褒め日記の書き方とタイミング。褒め日記に必要なのはノートとペンだけ。ノートはどんなものでも OK です。モチベーションを高めるために気に入った特別のノートを用意するのもいいでしょう。また可愛いシールやカラーペンを用意してシールを貼ったり色分けして楽しんでいる人もいます。褒め日記の1ページ目に書くことは、なりたい自分についてです。いくつでもいいので書いておきます。こういう私になりたいというイメージを頭に入れて褒め日記を書くと効果がアップしますので、ここは飛ばさずに書きましょう。どういう自分になりたいのかよくわからないという人にたまにお会いしますが、今の自分を見てここを修正したいと思っていることを書いておくといいですね。ただし、毎日イライラしない私になるというように、何々ではないという否定語を入れる書き方は避けてください。イライラしない私になるではなく、おおらかな心になるというように肯定的な言い方にしましょう。そして必ず褒め言葉を使い、褒める言い方で書きます。例えば、今朝もジョギングをしたと書くとただの説明ですね。褒め言葉をつけて褒めるには、今朝もジョギングをした、よく続いているね、意志が強いよと書きます。友達や子供を褒めるように自分を褒めるのですよ。
日記ですから毎日書くのが基本です。日常の当たり前と思うことを褒めてください。まずは1週間を目標に書いてみましょう。1週間やれば1週間分、1ヶ月やれば1ヶ月分、1年やれば1年分の効果を体感できます。その頃になると褒め回路もしっかりしてきます。毎日同じことを褒めるのも OK ですが、できれば褒め言葉を変えるなど工夫をしましょう。いろいろな角度から自分のプラス面を探すようにすると、自分への見方が変わり、効果を早く感じられるようになります。愚痴や不満はあえて書かない。自分を否定する癖がついていると、気がつかないうちに書いてしまうのが自分の否定とマイナス感情の表現です。また普通の日記を書くように愚痴や不満を書いてしまうこともありがちですが、褒め日記ですからあくまでも褒めることだけを書きます。自分を責める、否定する、嫌う、こういうマイナスの感情からは自己肯定感は生まれません。真面目であればあるだけ、そうした人はここを変えなきゃ、なんとかしなきゃと自分の欠点と戦って改善しようとすることが多いのですが、これは逆効果なのです。脳内にストレスホルモンが増える上に、自分を責める回路を太くしてしまいますから、改善が難しくなります。そんな時はどうするか。自分を受け入れて認めてあげるコツをつかみましょう。例えばこんな風に。みんなができているのになぜ自分だけができないんだ。やっぱり能力がないんだ。と思ってしまうところを、できるようになるために私は毎日努力をしているよ。偉いじゃない。と努力を褒めます。そしてだんだんできるようになるよ、もう少し自分に優しくして自分のことを大切にしようよと自分に優しく語りかけます。自分のマイナス面に共感しながら努力を褒めるのです。初めのうちは心からそういう気持ちにならなくても OK です。共感の言葉がけを続けていくうちにマイナスの感情は落ち着いてきます。落ち着くまで何度も優しく声掛けしてください。これが習慣になると褒め回路を形成しやすくなり、能力も上がってきます。いいところ探しに役立つ10の褒めポイント。他者と比べていいとか悪いとかで判断するのではなく、自分でいいなと思えるところがあれば、思いつくままに何でも書き出して褒め言葉を末尾につけてみてください。当たり前と思えるような些細なことの中から褒める点、認められる点を探すことが効果を上げるポイントです。その日のことでなくても OK です。自分の長所、良さ、能力、体力なども褒めましょう。ただし褒める内容が頑張ったことやよくできたことばかりだと、書いていくうちに行き詰まってきます。褒めるというと多くの方ができたこと、頑張ったことを褒めるというイメージを持っています。しかし褒め日記をきっかけに、そうした観念を打ち破って自分をいろいろな角度から見てプラス面を探し、褒める習慣を身につけていただければと思います。自分をいろいろな角度から観察するために、次の10の褒めポイントに目を向けてみてください。1、内面、性格や心の動きなどを褒める。部下にいつもだったら怒鳴っていたところを我慢できた私は偉い。2、行動や働きを褒める。毎朝早起きして子供のお弁当を作っているなんて立派だよ。3、感覚や感性を褒める。映画を見て泣いたり笑ったりできる私って感情が豊かなのね。4、発想、考え方を褒める。必要としてくれる会社が必ずあると信じて就活している私、頼もしい。5、努力のプロセスを褒める。結果が出ていなくても OK。 褒め日記を根気よく続けているね。すごいすごい。そのうち未知の自分を発見できるよ。6、過去の自分を褒める。ここまで進めてきたプロジェクト、いろいろあったけどよくやってきた、大したもんだ。7、やらなかったことでプラスのことを褒める。今日は甘いものを食べ過ぎなかった、偉い。8、体の働きを褒める。今日も私の心臓10万回の拍動、優秀だね、ありがとう。9、見た目、容姿を褒める。
この頃お肌がツヤツヤしていて綺麗だね。10、プラスの変化、内的気づき、自己発見を褒める。彼を褒められるようになったのはすごい変化だ。優しくなっているね。褒め日記の最大のポイントは言葉です。頭の中で考えているだけでは何も変わりません。自分の思い方を変えるためにプラスイメージの言葉を書いて、あなたの脳や心に届けてください。その繰り返しによって脳の中で自分を肯定的に思う回路、褒め回路がしっかり作られてくるのです。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。自分を褒めることで自己肯定感が上がるのはなんとなく想像がつくけど、でも具体的に褒める内容が思い浮かばないという方も多いと思います。本書ではどんな方でも自分を褒めまくれる方法を教えてくれますし、それが無理なく、あ、確かにこんないいところもあるかも、そっか、そう考えると長所なのかもな、なんて本気で自分を認められる、褒めたくなる視点を教えてくれるんです。そして褒め日記の書き方を学びながら自分を褒めることを習慣化することで、いつの間にか自分のなりたい自分に変わっていると思いますよ。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました。ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです、見つかりましたか。見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。